お元気ですか？谷村新司です。静かに過ぎていく日々にアクセント欲しいですよね。毎日のルーティーンに変化を一つ加えると楽しみがぐっと膨らんでいきます。その一つ散歩です。体の散歩ともう一つは心の散歩です。今日もゆっくりと心の散歩ラジテレで楽しんでまいりましょう。今日のテーマは靴とカバンです。靴とカバンって両方漢字で書けますか？ちょっとチェックしてくださいね。僕ね、靴とカバンもう見た目で漢字を覚えてるんですけども、あれどっちがどっちだっけっていうことも結構あるんで、どちらも革編ですよ。ちょっとチェックしてみましょうね。今日のテーマは靴とカバン。今まで自分は一体どんな靴履いてきたんだろう。あんまり考えないよね、そんなこと。ふと考えるんですよ。ズック、はい、ズックってもう死語になってますけどもね。何にも飾りのない紐もついてない履きやすい靴。昔ドリフが舞台でこうコントしてた時に全員履いてたのズックです、あれ。それで運動会の時とかにも、ズックを履いたりもしておりました。ズック靴。それからあとは小学校に入った時に学校で履き替えるスリッパ、あとは草履、サンダル、そして浴衣掛けの時の下駄、そしてちょっとおしゃれになってきてスニーカー、そして革靴、ブーツ。ほら、もう数え出したらキリがないぐらい僕らはいろんなもの履いてきてるんですよ。カバンも一緒です。一番最初自分たちが身につけたカバンっていうのはランドセルかな、やっぱり。それからスーツケースになってで、ショルダーバッグになって、バックパックになって、ポーチ、アタッシュケース、ハンドバッグ。ほら、もう靴とカバンだけでこんなに歴史があるんですよね。ただ靴とカバンとちょっと違うのは、靴はなければ歩けないんです。裸足ではちょっと危険が多すぎるんで。それに比べるとカバンは、なくてもそこそこ大丈夫かなという、重要度からいくと靴が先ですよね。でもどちらにとっても生活の必需品であることには変わりはありません。今日は靴からいきましょうね。